どうも、今回は無敗編成バージョン 4.0 について話していきたいと思います。3本立てで、まず1つ目は、サムネイルにもあった通りゴロニャン、あとついでにマミさんが入んない理由、2つ目が、結局何枠になるのか無敗編成が、で最後に結局どういう編成になるかあなたは予想してるんですかってところを話していきたいと思います。多分この動画が上がる頃にはまだ無敗編成 4.0 は公開されてないと思うので、ちょっと答え合わせもしてほしいなと思います。1つ目、ゴロニャンが入んない理由について。まずゴロニャンというキャラなんですけど、一発攻撃で、体力がめちゃめちゃ高くて過敏になるキャラなんですけど、今回ゴロニャンを入れるとしたら、9枠ということになりますね。で無敗編成今まで8枠、残り2枠は今後詰まった時のために残しておくと言っていたんですけど、確かに今回ゴロニャンを入れれば、七さんが言っていた通り詰まったところで1枠足すということが成り立っているので、一見いいかのように思われるんですが、ゴロニャンちょっと再生産が遅いので少なくともゴムの代わりにならないことは分かると思うんですけど、汎用性がめちゃくちゃ高いキャラじゃないんですよね。一発で消えちゃうし、単体攻撃でもあるので火力にもなりにくい、特殊攻略ではかなり疲れるキャラなんですが、いざ汎用編成に組み込もうとするとちょっと力不足があるキャラなんですよね。それを今後生かしていけないかもしれないのに、ワルプルギスの夜のためだけに一枠咲くっていうのはちょっと個人的にはナンセンスなんじゃないかなと思います。それよりはレジェンド同一3枠2回とも出演している教師を入れてワルプルギスの夜を攻略した方が今後にも役立つんじゃないかなと思います。でね、ついでに、まあこれは多分ほとんどの人分かってると思うんですけど、マミさん入れるかもしれないって思ってる人いると思うんですけど、言ってる人いると思うんですけど、マミさんはワルプルギスの夜に勝てないんで、入れても意味ないと思います。どうやったら勝てるかっていうと、究極コンボを組めばいいんですけど、無敗編成はコンボを組むことはまあその七さんのルールだと許されてないので、マミさん入れても今回の攻略には役に立たない、プラス今後ちょっとバージョン2から3になるときにマミさんがクロノスに変わったことは有名だと思うんですけど、その時もやっぱりその天使以外への火力部分としてはやっぱクロノスと同じぐらいな上に、全属性妨害できるクロノスの方が優秀だということでクロノスになってたので、今からマミさんを入れるっていうのはちょっときついんじゃないかなということです。2つ目がじゃあ何枠になるのかっていう話なんですけど、もうほぼキョンシーが加わることは確定してると思ってます。で理由なんですけど、まあ、さっき言った通りレジェンド同一2回も出てて汎用性がかなり高いし、2壁になる、まあ死ってこともないんですけどね、2壁になるから汎用性が高いっていうのもあるんですけど、で今回のワルプルギスの夜をキョンシープラススナイパーだけで倒しきれると七さんが言ってたので、今無敗編成って8枠じゃないですか。で今後悪魔のシールドとか考えていくと、やっぱり七さんとしても枠は残しておきたいと思うんですよ。なんで個人的には8枠のままでゴムをアウト、キョンシーをインかなって思ってます。それでも今までのステージゴムじゃなくてキョンシーに変えたところでそんなに影響があるステージないと思うんですよね。でゴムがキョンシーに変わって悪いところって2つ、ノックバックのしやすさと金欠の問題。割と金欠、七さんの無敗編成で猫ボン使ってることってあんまりないと思うんですよ。それなんでかっていうと、壁を2枚にすることによってすごいコスパ良くしてるんですよね。だからその金欠になりそうなところは猫ボンとかを入れて対応することによってゴムをキョンシーに変えることで8枠のまま行くことが可能なんじゃないかなと個人的に思ってます。もしかしたら壁不足、壁2枚プラス、まあ、ジュラも 0.4 壁くらいしか正直役割持っててないので9枠壁2枚プラスキョンシーになる可能性はある。あとはまあちょっと七さんは真田とニャンマ以外は隠してるので壁が、まあ、3枚だけどゴムじゃない何かが来る可能性もまだ否定できないという感じになってます。まあ、3つ目で、個人的な予想は、
この今の無敗編成のゴムを抜いてキョンシュを入れるこのパターンか、ただただキョンシュを入れるこのパターン、まあ、この2つが濃厚なんじゃないかなと思いますね。あとは可能性としてはこれなわけがないと。ご視聴ありがとうございました。以上です。